よう暇しん。大丈夫です。大丈夫。トマです。人と神のハーフビックスです。お耳クソお鼻クソどうもペロアイ男爵です。おー上品ですね今日。今日から京都で動画合宿。明日から2日間雨。あちょっと電話かかってきた。え？あもしもしジーや？あれ？えジーや金持ちの子供おる。金持ちの金持ちの子供って。いやこれリアル。別荘ついてないけど。花沢くん？うんうん。え？オッケーオッケージーやまた2回呼ぶわ。今日泊まるとこ俺の別荘やから。どういうことどういうこと？あ、まあとりあえず紹介するわ。あれちゃん早いとこ。あれちゃん、あ、ゴーファイトゴーファイト。えうわみんなここです僕の別荘。っていう感じの家でござんす。もう我慢できん。行くぞ。ちょ、お前。お前のテンション上がりすぎて。ドキッと。お前は今。おお。なんか前もか。おお。走んな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 って。いやみんなテンション上がって走ってたけどどこ行ってんやろほんまに。いや一人もおった。一人もおった。まあビックスだな。いつも通り踊ってるわ。あれ？今日なんか今日片手に財布持ってる？あれそれ？ペロアイ男爵の財布やん。どうした？なんでお前がペロアイダンスの財布持ってんの？しかもめっちゃ嬉しそうに。なんでや？いやおかしいな。まあ、次行こうか。こいつをほっといて。ここ怪しいな。誰かおるんちゃう？ここ。え？待って。これペロの服や。全ペロの服や。あれ？ってことはあいつ。どこ行ってんあいつ。ペロ？怖いよな、これペロ、どうぞペロこれやなええうわ死んでるそういうことかビックスが嬉しそうに財布持ってたこいつ殺してたのかうわぁいやー、間一髪ビックスに越されたかったわ。あれ、タカシとドバシどこ行ってやろ。あれ？いや、これ、某 RPG ゲームいたことあるぞ。お前、何すんの？お前、やめとけ、お前。お前、ドラクエの勇者なってるやん、お前、どうすんの、それ。いや、まさか。お前、考えなせ、考えなせ、考えなせ。お前、三代先まで迷惑かけんぞ、お前。こいつちゃんと現実考えてる勇者やったいやドバッシュどこ行ってんやろえドバッシュえこう聞こえる伊勢の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 伊勢いやこいつせーので2組に持たへんせーのでまあええわてっちゃん強いなてっちゃんやったそれそれてっちゃんやったあいやてっちゃんおらんと思ったそれちょちょ入ってくんなってあちょごめん2人で嘘楽しんでるからまだ来てまだ来るわちょっと時間空けてきてもごめんごめんななんかおかしいわあいつ何やってやろういや待って今ちょっとこっそり入ったろどっか行って言われてるちょっとこっそり入ったろほんまえなんでうまいうまい何すんのあ、いやあ、いやあ、ついたからいいレイクレに
サブちゃんできましたちょっと待って、してたチャンネル登録よろしくね。